金山孝之です。今回は杖術30連打をご紹介します。この稽古は杖の取り回しにおける手の内の要請や、基礎的な体さばきを養うものとしてまとめたものです。通しで行っているものは配信しておりますので、今回の映像では11番から20番までを解説いたします。では11番から20番までを行います。10番の巴で終わりましたので、これが10番の終わりです。11番に入ります。11番は、この状態から左手を親指で挟んで、人差し指から小指までの4指を伸ばします。そのまま杖を落としてこっちに回りながら、右手で杖の真ん中を持ちます。はい、そのまま水車をしながら右足を開いて11番、この時も左手が、おろそかにならないようにここにつけておきます。はい、そして12番、左を手前に乗せ一歩出て前に進みながら下へ持ち替えて足に行きますね。膝のあたりですかね。これが12番。そして13番は、水車を入れながら足を揃えつつ背面に通します。はい、そこで下にこれが杖が出てきますので、上から持たないこと、下、これも上から持たずに下から持ちます。そのまま前方の上引き上げて滑らせながら出ていきます。これも先ほどと同じように、払って打つのをついてしまわないようにね、ここからこう入り、こういってしまいますと、もうあとは突きになってしまいますので、12番の終わりがこうですから、そのまま13番、下下引き上げて、ここでこう出さないことですね。そしてここから払っていきます。これが13番。そして14番はこのまま持ち手を変えずに後ろへついていきます。はい、ここで、手足が前後、両手を前後入れ替えます。そのまま右足を、開いて左を上げます。あとは一歩出て打ち込んでいきます。14番。15番は、これを引きながら前足を外に開いていきます。こうですね、こうなります。はい、そして下から、巴ですから下から杖を滑らせていきながら、この右足を左足の隣に寄せていきます。こうなりますね。はい、そしてこの左手を巻き落として両足で回る。この辺りから左足を開いて正面を向いたところで一歩出ます。ストン。これが15番。16番はこの握った手の、先ほどの逆ですね、親指で挟んだ状態、4指を伸ばして落とします。左手で上から持ちなぞり上げて親指を外して持ち替える。あとは滑らせて上に行きます。16。そのまま落として、左手が右手にぶつかりそうなところで右手を外してここに持ちます。ここでクロスしないことですね。下を持ち、そのまま一歩出て17となります。はい、そして18番は右手の上を持ちながら左足を閉じていきます。こう、はい、そのまま後方をつくように、そして左手を巻き入れて右手をこの辺り、そして顔の前から右足を開いて出ていきます。これが18。19は、先ほどと逆の動きですので右手の下を持ちますね。はい、そして左回りに後方をつきます。今度は右手を内側へ巻き入れて左手をこの辺り、そして振り向きながら顔の前からパッと出てきます。これが19。そして最後の20は杖をここに持って真ん中を持ちます。そして回転させて振り向きながら左手を右手の手前で、ここで、多いのはこういう風に回ってしまうと多いですので、そうならないように縦に回転させていきます。そのまま一回転させながら振り向いて両手を開いて
あとは正面に向かって一歩出ていきます。こういう形、この時の右手がこうなってしまわないように、手のひらが上にならないように、かといってこうなっても肩が上がりますから、だいたいこの辺りですね、角度的に。では角度を変えて11番から20番まで解説いたします。10番の終わりがこの形ですね。11番は、開き打ちという動きになります。左手、この左手ですね、左手の4指を伸ばし1、2、3、4、それをそのまま落とします。そうしながら右に回りながら、右手が上の真ん中あたりを持ちます。この後の左手の使い方が重要になります。これですね、左手がこうなりながら、さらにここへ入れ込んでいきます。このように入れ込んで、そうしながら右手で回して開いて、これが11番、はい、12番は左手手前、右手の手前に乗せながら一歩出ます、はい、そのまま前に進みながら、これ進みながら右下に持ち替えて下に置きます。これが12番。13番は、背面に通しますので、これも左の、押し込みを入れながら回して下から持ちますね。斜め上へ引き上げて滑らせながら横払いに足元に置きます。これが13番。この時の右手の親指は少し、離すぐらいですね、こう 握ったままにしますと肩に力が入りますので、少し緩めて親指を軽く上げておくぐらいがいいでしょう。両手ね。これが13。14はそのまま後方へついていきます。そこで両手が前後入れ替わりながら、左足を軸足にして右足を開いていきます。その時に左を上げて、はい、滑らせて、あとは上へ打ち込んでいきます。これが14。15番はこの杖を手元へ引き戻す際に、左足をその場で開いていきます。その場ですね、ここで開いていきます、はい、そしてこの下手が前にスッと出ていくときに、この右足を左足の隣に持っていきます、はい、そして左手を下に落としながら両足で回ります。で、足が交差しますとこれ以上もう回れませんので、そのあたりになりましたら左足を開いていきます。で、正面を向きましたら左手を外して、あとは一歩出るだけです。これが15番。16番は右手、親指で挟んで4指を伸ばした状態で、あとは落とすだけですね。体の左へ落とします。右手で上からこの辺りを持ちます。ここを持たずにこの辺りを持ちながらなぞり上げて、親指をピンと外しますね。外してひっくり返してここを持ちます。あとは滑らせて打ち込んで、これが16番。16番はそのまま落として、この左手を右手の際まで持っていきます。ここで右手を下に持って打ち込んで、これが17番。この時の注意点は、16の終わりはこうですから、ここでこの辺で回してしまいますと、このように杖が短くなってしまいますので、手前もすごく自分に当たって邪魔になりますので、ここで右手に当たる際まで滑らすということです。はい、ここでここ交差しないように持って、あとはスッと斜め、これが17。18番は、右手の上を持ちますので、持ちながら左足を、扇が閉じるようにいたします。そして後方を突くようにしながら巻き入れて、こうなりますね、はい、そして右足を開いて、今度は扇を開くようにいたします。
19番は反対の動きです、右手の下を持ちながら今度は左回りに後方をついていきます。そして右手を内側へ巻き入れながら左手がこの辺りですね。そして左足の扇を開くように左足が、これが10、はい、20番はそこで右手で真ん中を持ちながら縦に回転をします。その時に左手少し手伝ってあげますね。左手がパンと手伝ってあげます。これをこのままスッと右手任せにせずに、ここでまだできる部分がありますので、ポンと手伝ってあげます。そのまま振り向いてここに入ります。そして半回転、次の半回転で右足を開いて両手が開きます。あとは一歩出て20番、この形となります。この時も右手がこう開いたり、こう手の甲が上になって肩が上がったりしないように、だいたいこの辺りがいいでしょうね。肩が下がったと、はい、ここまでが1番から20番の動き、はい、ここまで解説してきましたが、1番から10番までの方、または20番までの方、そして最後の30番までの方、それぞれに、ご自身の目標の番号っていうのが見えてくると思いますが、最後までこの動きを覚えたところが実はスタートとなっております。その動きと動きの合間、そこのつなぎ方、杖を当てるところ、それ以外の杖を持ってない方の手、後ろ足、そういったところにも意識を持ちながら、自分の重心が変に偏りすぎていないか、顎が下がりすぎていないか、そうした体全身の点検を細かくしながら1番から30番までを行っていくことですね。そういたしますと、ここで説明した以外のものが、いろいろ気がつけることになると思いますので、そこから初めて稽古になるものが具体的に見えてくると思います。はい、またまあこれから武術を始める方、始めて間もない方にとっては、これは一つの具体的な自分のできるところが見えてくる稽古法でもありますので、まあ今日は何番までできたぞ、先まで進めることができたぞっていったところが、まあ一つの稽古の意欲といいますか、そういったものにつながってくると思いますので、その先にあるものを目指しながら、まあそれは私もそうなんですが、30番を目指して、その先の動きを目指していけるようにやっていただければと思います。